マーチャー主聖堂と3位一体の像マーチャー主聖堂は、ハンガリーの首都ブダペスト、ブダ城地区の中心にある教会である。正式名称は、聖母マリア聖堂。教会の伝承によると、もともとは1015年に建造されたとある。今日ある建造物は、14世紀後半に華麗な、後期ック様式で建造されたものであり、19世紀後半に、 広範囲にわたって修復された。旧ブダ地区では、二番目に大きな教会であった。2013、13世紀半ば、ベーラ4世によって、ゴシック様式の教会として建てられた。ブダ城内に建てられた際に、聖母マリア聖堂と名付けられたが、後の1479年に、南の塔の建造を含む増築を命じた、マーチャー主一世の名で恋日まで、 広く呼ばれるようになった。700年という教会の歴史の中で、聖堂は、ブダの豊かさの、そしてしばしば悲劇の歴史の象徴を担ってきた。ハプスブルク家最後の皇帝カール一世を含め、ほぼ歴代のハンガリー国王の戴冠式がここで行われただけでなく、マーチャーシュ一世の二度の結婚式もこの聖堂で行われた。 1541年から145年に及んだオスマン帝国による支配は、聖堂にとって暗黒期であった。オスマン帝国は1526年、モハーチの戦いで、ハンガリー王国を破り、その大半を占領する。オスマン帝国からの略奪を恐れ、大多数の聖堂の宝物がブラチスラバに移された。 そして1541年にオスマン帝国は豚を占領し、以降聖堂は、ブダの主要なモスクとなった。聖堂はモスクにされただけでなく、さらに追い打ちをかけるように、内部の壁に描かれていた、豪華なフレスコ画は白く塗りつぶされ、残っていた備品は持ち去られてしまった。ヤン三世率いるポーランドリトアニア共和国と、 ハプスブルク帝国のハントルコ神聖同盟によるブダの包囲が続く1686年三章のこと。聖堂の壁が同盟側の大砲によって破壊された際に古い奉納されたマリア像が壁の奥に隠されていたことが分かった。その時中で祈祷中だったオスマン帝国のイスラム教徒の前にこのマリア像が現れたので彼らブダ中東軍の指揮は 崩れ、この日ブダは陥落し、オスマン帝国の支配が終わった、という。このことから、マーチャー主聖堂は、聖母、マリアの奇跡があった場所とも呼ばれている。1686年のオスマン帝国の駆逐の後、モスクと化した聖堂を、バロック様式に復旧しようと試みるものの、大部分が不十分であったことが、歴史的な調査でわかっている。19世紀末になって、 ようやく本来の壮麗な姿を取り戻そうという動きが起こった。建築家のシュレク・フリジェシュに修復作業は任された。聖堂は本来の13世紀の設計図通りに修復されただけでなく建てられた当初のゴシック様式の大半を取り戻した。またシュレクはハンガリーの代表的な窯元の一つであるジョル内製のダイヤモンド模様の瓦屋根や ガーゴイルのトイクチバシを乗せた戦闘など、新たに枯れ独自の要素を加え、修復作業が終わった時には大論争を呼んだ。しかしながら、今日ではブダペストで一番の目玉であり、個性的な観光名所の一つとして数えられている。第二次世界大戦において、かなりの損傷を受けたが、1960年代に修復された。 <主> h t t p コロンススララッッシシュュ w w w s z a k i n f o o f スラッシュ matyas-templom スラッシュイングリッシュスラッシュインドトルト htmhat weimprehavdappest 2016マップルマガジン海外秋文社2016年19ページ ISBN 978から4から398281197 ありがとうございます。